天中の名のもとに岡大蔵があまりにも人を切りすぎるから天皇の方が頭が痛くなられたのだ。それゆえに特に御事なりされ内々にお前たちの藩主山の内陽動をこの京都に見せる。江戸の山の内陽動公が。陽動公はお気に入りの吉田東洋が殺されて大変な怒りようだ。それにもともと過激なことが大嫌い。伊蔵を使っての暗殺騒ぎかねてから腹に据えかねておられる。事と次第によったら拙者たちをひとまとめにして国へ追い返すかもしれんな。なるほど、わかった。石部塾で伊蔵が働くとこの天中はまた土佐がやったちゅう噂が広まるきに人殺しは少し自粛せねやならんちゅうわけか。伊蔵も島田左近以来実によく働いた。井上佐一郎が終わったらしばらく骨休みだ。後ろのせおんさのせ大阪さかさか大阪でどんよっやでどん。しかし金の音も打ち合い入ればいろいろと難しい問題があるもんだな。そうなんだ井上さん。だからあと一軒行ってさ、ね、したら何もかもあらいざらい対処話を、しかしもうこれ以上はそんなこと。いやもういやもうダメだ、もうこれ以上飲め。そんな弱い。いやもう飲め飲め、もう飲め、これは帰る。いやもう飲め。井上さん、吉田東洋殺しの犯人がもうじき分かるよ。あの世行って東洋に会えばな。伊蔵、御社まっこと人殺しの天才じゃ。時とところを選ばずか。真っ昼間、それも人が気がつかんようにやるとはの。いや、昨日はしくじった。うん？殺す前に天柱っていうのを忘れた。あいつめ。あ、先生。俺の自然忠義見事に研ぎ上がりました。この前ちらっと聞いたあの石部塾の渡辺金三郎以下の大天柱、あれはいつ。あれはしばらく様子を見る。あれはの伊藤、当分偏外で見合わせじゃ。恩師もよう働いてくれた。当分骨休みせえ。骨休みか。それもいいだろう。こう暑い時には。タコってうまいもんだね。うん、これこのコシコシっていうとこな。
まん。なぜお前これを腹いっぱい子供たちながらそうや大した目をんじゃな。それからお前ますます良くなる。ほっぺの太鼓だ。ごめんやっしゃ。はい。土佐の坂本藩とか上下藩がこれをって。用が済んだら早い降りてきてほしいって言って下で待ってはりますで。おおきに。へへへ、おおきにありがとうんだわ。えらい、お邪魔いたします。おい、早くしろよ。おい、あ、タコ食べてんの。すぐ帰ってくんだから、それから食ったらいいじゃんか。だったらそれからだって。バーン、それまで待てるべ。でもやした方がいいんじゃない、仕事が終わるまでは。なんで。だってあんたの仕事は人切り、気合まで抜けちゃうよ。何。大丈夫だろうな。後で武市先生知れたらことだからな。だが相手は武市に話の内容を告げるようなボンクラじゃない。おどおどせずに堂々と言え。武市の命令で連れてきたとな。うん、そうでも言わなけりゃお前なんかに。とにかく目を大きく開いていただきたいのです。日本のことを考えるにも、日本の国内の事情だけではなく世界の情勢を見ていただきたいんです。本当にそうだよ。